皆さんこんにちは。チェルシー先生のメッセージの日本語訳をお送りします。では始めます。先週私たちはアブラハムが彼の愛するものを進んで神様にお返しするというところから始めました。私たちはこのアブラハムの無償の信仰とイエス様が後に十字架の上で生贄となられたことのつながりを見ました。私たちはイエス様がゲッセマネで遭われた数々の苦しみについて話しました。差し迫った死の現実はイエス様にとって恐ろしいものでした。イエス様はゲッセマネの園に入って神様に向かい励ましを求めて叫びました。イエス様はこのような弱って助けを求める祈りで、心が傷ついている時に天の父なる神様に話しかけてもよいということを私たちに教えてくれました。私たちがどんなことに直面している時も、神様を求めれば神様は喜んで私たちと共にいてくださるということを知ることは、私たちの心に平安をもたらします。また私たちは予測できないことや困難の中にいる時、誰に頼ることが重要かということを見ました。ある弟子たちはイエス様を裏切りました。彼らはイエス様が困難に直面している時に彼の力になることができず、彼が必要としていた励ましを与えることができませんでした。もしイエス様が彼の友人たちの忠実さに望みを置いていたなら、とても困ったことになっていたでしょう。しかしここでも、他の者たちで十分でない時は代わりにどこに求めればよいのかをイエス様は教えてくれました。神様の誠実さは確実であり絶対です。私たちが弱っている時に神様に力を求めれば間違うことはありません。どんな試練や苦難にも立ち向かっていくことができます。先週私はイエス様は生贄となるまでにたくさんの困難な状況に遭うと話しました。イエス様がご自分自身の準備を始められた時に、ゲッセマネの園で直面した不安や苦しみについてはもう話しました。しかしその園を離れるよりも前に、イエス様はまた他の辛い状況に対処しなければなりませんでした。先週私たちが取り上げた聖書箇所には、イエス様が祈っていた時、弟子の何人かが彼と共にいたと書かれていました。しかしイエス様が彼の心の内をそこで告白している時に、みんながいたわけではありません。別の場所である取引が行われていました。それは世を救うために来られた方を引き渡す悪巧みでした。イエスの友人たちが彼に背を向け、彼を裏切る二つの出来事を話します。彼らはそれぞれ違った動機を持ち、自分がしたことに気づいた時に取った反応も違います。神の教えを受け入れるか拒否するかについて、私たちはどのように責任があるか、あるのかについて考えてみます。また私たちの失敗への対応がその贖いの可能性を決めるということも見ます。まずはじめに、私たちが神の教えを受け入れるか拒否するかについて、どのように責任を持つのかについて見ていきます。いつものように文脈に沿って始めましょう。イエス様が逮捕された夜に、イエス様を裏切った者のうちの一人は、このことをしばらく前から計画していました。マタイの福音書26章14から16節にこのように書かれています。その時、12人の一人でイスカリオテのユダという者が、祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。そこで彼らは、銀貨30枚を支払うことにした。その時からユダはイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。ユダはイエス様と共に歩いたり話していたりする時もイエス様を裏切ることを狙っていたのです。私たちには彼が何を考えていたかを本当に知ることはできません。私たちに分かるのは、ユダが祭司長と話していた時、彼は誘惑に負けたということです。彼は彼の先生を殺すことになる行動を衝動的に選んだのです。ユダは
イエスに接吻することによって武装した群衆に合図しました。そしてこの世に来てから人々を助けること以外は何もしていない先生は捕らえられました。たったそれだけでイエス様は悪意ある人々の集団に引き渡されました。落胆と裏切りはそれだけではありませんでした。イエス様に近しい他の一人もイエス様との関係を否定し、自分の先生に背を向けようとしていました。その人は尊敬する人を裏切るような身分の人ではありませんでした。彼の友人の一人が先生を裏切ったと同じ夜、ペテロも同じことをしました。マタイの福音書26章69から75節。ペテロは外で中庭に座っていた。すると一人の女中が彼のところへ来て、あなたもあのガリラヤ人イエスと一緒だったと言った。するとペテロはみんなの前でそれを打ち消して言った。あなたが何を言っているのかわからない。そう言って入り口の方に出て行くと、他の女中が彼を見てそこにいる人々に向かって、この人はナザレ人のイエスと一緒だったと言った。そこで彼は再びそれを打ち消して、そんな人は知らないと誓って言った。しばらくしてそこに立っていた人々が近寄ってきてペテロに言った。確かにあなたも彼らの仲間だ。言葉遣いであなたのことがわかる。彼はその人のことは何も知らないと言って激しく誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。ペテロは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと言われたイエスの言葉を思い出し、外に出て激しく泣いた。これは悪意があって始まったことではありません。その時の理由がどうであったかにかかわらず、ペテロもまた誘惑に負けました。彼は助かるために嘘をついたのです。あなたはどうかわかりませんが、聖書でこのような箇所について読むと、私はこの人たちは一体どうしてしまったんだろうと思います。彼らは進んでイエス様を裏切っていた。私なら絶対にそんなことしない。自分の失敗を差し置いて誰かの失敗を見るのは簡単かもしれません。誘惑に負けないし失敗もしないという人は誰もいません。この二人の立場はその証明です。この二人はイエス様に最も近しい者たちでした。彼らはイエス様が大群衆に話していた時、彼の説教を聞いていました。イエス様は彼らに教えたのです。でも学ぶ者が教えられたことを使うことを選ばなければ、その教えは何もならないことがわかります。ユダとペテロは彼らが説明されたことや注意されたことを実践しませんでした。世界一の教師についていても間違ったことをしてしまうことがあります。あらゆる機会を与えられ、良いものを受けるチャンスがあっても注意していなければ失敗します。第一ペテロ5章6から8節にクリスチャンについての責任について書かれています。ここではまた教会の指導者が同輩の信者の世話をしながらも警戒心を持つ必要があるということを強調しています。このように書かれています。だからあなた方は神の力強い御手のもとに自らを低くしなさい。時が来れば神はあなた方を高くしてくださるであろう。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の患いを一切神に委ねるがよい。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。敵はライオンのようにうろついています。あなた方の中にこのような捕食動物について勉強した人がどれだけいるか分かりませんが、私にさえ彼らが狩りをするときは計算し待つと分かります。彼らは静かに獲物の後をつけ攻撃の瞬間を待ちます。彼らは相手が弱い瞬間を待ちます。私たちの敵も同じことをしますから、私たちは注意深くなければなりません。私たちは誰もが弱さを持っているということを理解し、注意深く前進する必要があります。神様は私たちに罪と対決するための知恵を与えてくださっています。
しかし私たちがそれを実践するかどうか選ばなければなりません。でもそれができないとき、次に何をすればいいでしょう。私たちの反応は、そこでもう一つの大切なことに導かれます。私たちの失敗に対する対応が償いの可能性を左右するということです。ユダもペテロもイエス様を裏切りました。ユダは群衆をイエス様に案内することでイエス様を死に引き渡しました。ペテロは友人であるイエス様を見捨てて会ったこともないふりをしました。二人とも自分たちが選んだことの影響と、それによって起きた自分たちとの感情とのともに後に残されました。彼らは自分たちのしたことを振り返った時、大きな罪悪感と後悔に直面しました。彼らは自分たちでイエスを裏切ることを選んだのです。ユダとペテロは裏切りのせいで同僚の弟子たちと別れました。ペテロは打ちひしがれて漁師に戻りました。彼は絶対に一生後悔するような大きな間違いを犯しました。しかしペテロの話はここで終わりません。イエス様は彼を見捨ててはいませんでした。イエス様は死後に復活してから弟子たちを探し出しました。ヨハネの福音書21章4から7節にその一つが書かれています。夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。しかし弟子たちはそれがイエスだとは知らなかった。イエスは彼らに言われた。子たちよ、何か食べるものがあるか。彼らはありませんと答えた。するとイエスは彼らに言われた。船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるだろう。彼らは網を下ろすと魚が多く取れたので、それを引き上げることができなかった。イエスの愛しておられた弟子がペテロに、あれは主だと言った。シモン・ペテロは主であると聞いて裸になっていたため、上着をまとって海に飛び込んだ。イエス様は、ペテロは本当のことを話すか、嘘をついて自分を守るかを選ばなければならなかった時に、何が起こるかをご存知でした。イエス様は、ペテロが断固として抵抗しようとしても失敗することをご存知でした。イエス様はまた、ユダがイエス様を殺そうとしている者たちにイエス様を引き渡そうとしていることもご存知でした。でもそれはイエス様がペテロやユダを愛することをやめたという意味ではありません。イエス様がペテロとユダに戻ってきてほしいと思っていないという意味でもありません。彼らの失敗にもかかわらず、イエス様は彼らを取り戻したかったのです。二人は彼らの間違いによって、その時その場所で全てのことを終わりにすることもできました。二人とも完全に諦めてイエス様が差し出してくださっている恵みを拒否することもできました。一人はそうしました。自分の下した選択に圧倒され、ユダは死のみが彼のただ一つの選択肢と決めました。ユダは自分が許しを功に値しないという思いに負けました。彼は自分のしたことから永遠に逃げることを決めました。彼は自分の選んだことの影響に直面する気持ちになれませんでした。彼がしたことの後で同僚の弟子や友人たちの目を見ることは難しかったに違いありません。そんな破滅的な間違いを過去のことにしてしまうのは難しいでしょう。しかし私たちが間違いを悔い改めて神様の元に走る時と同じように、ユダも憐れみを受けられたかもしれません。もし彼の心が正しければ、ペテロと同じように憐れみを持って受け入れられ、再びイエスに従うように言われたかもしれません。ユダは恵みを受ける彼自身の機会をなくしたのです。彼は彼の同胞の弟子たちから、彼らの指導者から教えられた憐れみを実践する機会も奪ったのです。悔い改めるとき、贖いがあるのです。自分自身の利益のために神を裏切って死ぬ、そのこと以上に神様から離れることはありません。私たちにはこの憐れみに預かる道があり、それを他の人たちと分かち合わなければなりません。
世の中には明らかに神の恵みに預かっていない人々がたくさんいます。私たちは罪を褒めてはなりません。しかし私たちはまた心からへりくだって戻ってくる人には憐れみを差し出す用意ができている必要もあります。神様にとってもし心が誠実ならば愛し許すに遅すぎる人などいないのです。私たちは自分の行動や人についての話し方によってそのことを信じていることを示さなければなりません。私たちは時々恥ずかしさと罪悪感に負けてしまうことがあります。失敗は怖いことです。そしてそれは私たちに嘘をつかせます。それは私たちの完全で正しくありたいという要求を獲物にします。しかし失敗の言うことを聞けば恵みの大切なことを見逃してしまいます。私たちはイエス様の十字架の死のまさにその理由がわからなくなります。エフェソの信徒への手紙2章4から5節に、しかるに憐れみに富む神は私たちを愛してくださったその大きな愛をもって罪禍によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。あなた方が救われたのはあなた方が素晴らしい成果を上げたからではありません。あなたが最高のことをして全てを完璧にしたから神様と関係を持つことができたのではありません。私たちは自分だけで十分良いものにはなれません。神様がご自身を犠牲にして恵みを与えてくださったことによって私たちは神の子であると言えるのです。十字架によって恵みが私たちの能力と神様が望んでいることとのギャップを埋めるのです。神様は私たちと共にあるために私たちのできなかったことをしてくださったのです。私たちはイエス様の教えに従うという私たち自身の責任をどう果たすかについて話し合ってきました。私たちは自分たちの能力を過信してはなりません。誰もが間違いを犯します。私たちは完璧からほど遠いのです。でも挫折しても望みがないわけではありません。失敗の中にあっても私たちは神様の恵みに信頼することができるのです。神様は私たちが悔い改めて助けを求めれば私たちが達成できないことを補い、私たちをつまずかせるハードルを超える手助けをしてくださいます。あなたは今日神様の励ましの中を歩いていますか？神様が私の恵みは十分であると語りかけてくださるとき、神様の約束に耳を傾けますか？あなたは勇気を出して自分の間違いに臨み、許しがそこにあることを知りながら前を向いて歩く準備ができていますか？自分の選んだことの結果に直面することは難しく恐ろしいことかもしれません。罪の意識の中で恵みを拒否し、悔い改めて成長する機会をなくしてはなりません。神様は、まだ神様を知らない人々にも憐れみを差し出してくださっています。神様に従い、神様の家族の一員となるすべての人々に、神様は憐れみを与えてくださいます。ただ、求めればよいのです。イエス様についてもっと知りたい方、質問がある方は遠慮なくご連絡ください。また、祈りのリクエストがある方はメッセージでお知らせください。喜んでサポートし、お力になりたいと思います。それでは、お祈りいたしましょう。